ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ドラゴンボール人気を恐れしているところもありますが、ポケモンですとかナルトですとか我々にとっても馴染みのあるもの、それからベルレードのようなマーチャンになるものっていうようなものが非常に人気ということを伺いました。それではベルさん、UAE の状況について、イスラム教との関わり合いということで、イスラムの中で受け入れられるものはどういったアニメかっていうことも含めた上でちょっとお話をいただけますでしょうか。We are based in the UAE, but we cover all the Pan-Arab countries, 24 countries, they speak Arabic, and most of them they have Islam as the main religion. So some of the main countries we cover, which is Saudi Arabia, we have big part of our revenue comes from that country. So this country is conservative. まあ、かなり保守的な国です。その価値観もそうですし、あとは規制がないんですけれども、国による規制はないんですけれども、何を放送したい、放送していないのかという具体的な規制がないんですが、しかしちょっとポケモンの問題についてちょっと話したいんです。それが2001年、実はサウジアラビアで、その放送禁止になったわけです。イスラム的な要素が、普通の要素があると思われて、あと実際その転身すると、その動物から別の動物への転身ができるという、それがダメだと言われました。ですからこういう、確かにこういう問題も考えなければなりません。実際放送する前にそういうイスラム教にあったようにしなければなりません。我々がかなりこの辺に力を発揮しようとしています。どうやって正しくローカライズすればよいのか、現地化すればよいのか、それを現地のマーケットにどのように合わせればよいのかということにかなり力を入れて、タイトルですが、その神様が戦い合ってるというそういう場面もあるんですが、しかしそれはダメですね。ですからちょっと変えるんですね。ストーリー自体は変えませんが、しかし神様同士の戦いじゃなくて、ヒーロー同士、英雄同士が戦ってるっていうふうにちょっと微調整します。ですからちょっとローカライズ化しています。ちょっとだけ微調整すれば成功させることができると思います。まあ、小さな問題を解決すれば放送できるわけです。この地域は大きいです。人口のおよそ 35% は12歳か13歳以下です。まあ、ある国では、まあ、富裕層の国もありますので、例えば UAE、カタール、クウェートなどかなり購買力が大きいんです。大きなマーケットです。大きな成功要因はまずはですね、そのマーチンダイジングをしっかりしなければならないということです。これが共同制作です。日本と UAE の会社の共同制作ですが、これがのマーチンダイジングをやっています。ですからそのマーチンダイジングは一つ大きな成功の鍵です。特に中東、ですから視聴者自体は数が少ない。ですから無料で放送する場合には別の収入源を見つけなければなりません。マーチンダイジングが重要です。ですから実際マーチンダイジングの潜在的な力のあるタイトルに注目しているわけです。先ほどのタイトル、先ほど申し上げたんですが、まあ、先ほどのタイトルはこういう価値観をイスラム圏の、価値観を重視しています。例えばキャプテン翼、
そこで、まあ、アラブ国は、まあ、サッカーも大好きだし、またナルトもかなり人気が高いんですね。ドラゴンボールもそうです。ドラゴンボールのマーチンダイジングはしっかりしています。このようなプロパティタイトルはかなり強いんです。申し上げた通り、ティーネイジャー向きのテレビ局もありますが、これも重要な年齢層ですが、そして率も高いし、そしてこの、メディアは今までこういうターゲット層にあまり注目しませんでした。テレビ番組としましても非常に強力な力を持っておりますし、こういった設定をしまして非常に良いアセットを持っております。非常にリーチが強い、非常に良い効果が持てるようなプロパティを持っております。こういったプロパティ、私ども財産としましては非常にこの地域において強いものがあるんですけども、若い子どもたちに対して漫画のアニメーションというのはそこまで大きな力はまだ持っていないんです。まだまだ中東の方におきましては、ここは伸ばしていかなければいけないところだと思います。私どもとしましても協力をする用意があります。特に共同政策の面では協力できるんじゃないでしょうか。アラブ諸国におきましてアラブ向けの政策を行っていく。アラブ言語で、例えばウェブ上のコンテンツをやってきましても、以降としましても全体的には 2% 以下なんですよね。まあ、そういったこともいろいろ考えてきまして、この地域に対する手を伸ばしていただければと思います。ありがとうございました。ものすごく非常に豊かなお話で、アラブっていう国が何が禁止されてどうやっていけば入っていけるか、あるいは放映権料が非常に安いためにマーチャンでやっていかなくてはいけないっていう、本当にヒントや示唆に満ちた素晴らしいお話だったと思います。ありがとうございました。それでは馴染みのあるといえば馴染みがあるところかもしれませんが、最新の特にここ2000年代に入ってからのヨーロッパの状況、今回ドイツとフランスとそれで違う国からお二人呼んでいますので、それぞれドイツの方、アーニャさんにはドイツの状況、ダビッドさんにはフランスの状況を話していただければと思います。ヨーロッパではどうなのか、アーニャさん DVD の方が中心だと思いますが、今ドイツでの日本の人気アニメの人気の状況についてお話しいただければと思います。させていただきたいと思います。ドイツではアニメというのは DVD を中心になっております。ほとんどが直接 OVA の形で DVD に入っていく形になります。もうアニメをやめようというふうに決めてしまいました。オンラインの方に行きたいとこの番組、放送局は考えたんです。ということでテレビの方はなかなか厳しい状況かなと思います。もう一つアニメを出している放送局が一つあるんですけど、限られておりますので、放送枠が限られておりますので、ほとんどのドイツにおけるアニメというのは DVD が中心です。全体的な仕事としましても規模は非常に小さいと思います。特殊な一部のセグメントをターゲットを当てたようなビジネスだと考えてくださればいいと思います。非常にニッチ的な要素が強いと思います。でもファンの方々はヨーロッパにおける DVD の価格が下がっているところもあり、喜んでお金を出してくれるんですけども、なかなかそのドイツの方ではアニメに対してお金を出していくというのがまだ同調としてないかもしれません。もう少しここはもう少しもっとここを拡大していけばいいんじゃないかと思います。今これがドイツにおけますアニメの現状かと思います。ダビッドさん、フランスの状況
します。フランスの市場なんですけども、衛星テレビのところではこれが顕著なんではないでしょうか。非常に多くの番組がありますからね、例えばゲーマー1ですとかモンガテレビですとかカネル JA ですとか、もちろんテレトンチームとしましても先ほど話をしましたけれどもアニメ番組は使っております。衛星放送が見れるところではもそうですし、 UHF の向こうでいきましても、まあ、子どもを対象としてアニメを出しております。こちらの方で子ども向けに出せるというものというもの、また競争力のあるもの、そしてフランスの文化を理解しているようなものというのがいいんじゃないかと思います。フランスの市場ですけれども、メインストリートには限られていると思います。例えばワンピース、ナルト、ポケモンといったものになります。しかし1年に一度テレビの放送局を通じましてトップ10の日本のアニメを流すこともできます。大統領におきましてはキラウェという私たちがまさに求めていると、日本から購入したいなと求めているものが放送されています。私たちの考え方としましては、この、キラブルとしましても音楽の内容コンテンツを向きましても、これも音楽番組で流すこともできますし、非常に良いコンセプトにかなったものだなと思います。コメディの要素も強い、テレチューンですとか基本的には娯楽性の強い放送局でもありますから非常に合ったものではないかと思います。またスポーツのアニメもあります。またファンタジー向けのものも好まれます。テレビのシリーズでも入ってきています。 TV ですが、ハム太郎は非常に人気を集めています。 2D のアニメーション、非常にミニマリスティックなもの、こういったものじゃないでしょうか。私たちとしましても、エディトリアル編集のラインとしましては、2つか3つぐらい絞ってきたと考えております。先ほど話をしましたけれども、やはり割り当て制度もありますので、海外のものを拒むというものじゃないんですけれども、やはりそのルールは守っていきながら導入している感じです。私ともフランスでは日本の文化を非常に好んでいます。コミックの文化、漫画の文化もフランスではしっかりと根付いています。ここアニメと漫画のつながりというのは強いんじゃないかと思います。またエキゾチックな日本からのものというのも非常に好まれます。 G-POP でもそうです、 B-POP でもそうですね。カラフルで娯楽性が高くて非常にユニークなもの、そういったアニメが私たちが求めるものになります。また私ども視聴者も同じことを考えていると思います。ありがとうございました。ドイツではデジタル化ってオンラインの方に移っているっていうことがかなり顕著でして、これからテレビで一回見てっていうんではなくて、いきなり DVD だったり、いきなり DVD からいきなりオンラインっていう方に移る傾向もあるようです。それに比べましてフランスは複数の局がまだ健在だということで、いくつかチャンネルでいろいろなアニメが放送される機会も増えてきました。クォーター制がしっかりしている国ですが、横にチャンネルが増えていくことによって放送機会も増えているようです。それでは最後にやっぱり日本人として一番攻めたいアメリカについて、アメリカを制すると世界を制しているような気持ちにどうしてもなってしまいますが、アメリカの方から見た日本の現在のアニメーションはどういった状態でしょうか。ブライアンさん、よろしくお願いいたします。
そうですね、ガーデンネットワークについて話をしていきたいと思います。現在の状況ですけども、ガーデンネットワークというのはこう少なくとも15年間ぐらい日本アニメを導入してきました。98年からアニメを出してきましたし、非常に大きな成功を収めてきています。この年間、この15年間を通じまして、ドラゴン Z ですとかセーラームーンですとか、非常に多くのタイトルを流してきました。しかしこの時間が流れていくに従いまして、最近になってより年齢を高い人々は政治向け、アダルトスイムというね、スイングというんですけどもね、そういった向けにものに関心が移るようになってきました。私、例えばブリーチですとかアダルトですとかソロリーダーですとか天心ルーヤですとか、さまざまなものが夜の深夜番組の時間帯を使って出せるようになってきました。キッズ向けの番組の時間帯ですと、今も同じのも出してるんですけども、でもそれぐらいかなと思います。デイブレイクぐらいかなと思います。デイブレイクぐらいかなと思います。競合を見ておりますと、やはり同じような状況かなと思います。どういったものが次のステップになるのかというのは、私も悩ましているところだと思います。アニメの場合ですね、私としましては。例えばコメディを受けるんですよ、アメリカでは。でアクションはどうかな、まあ、次はどうすべきなのか、何が来るのかというのを考えなければいけないなという段階じゃないでしょうか。まあ、このあたりももっともっとアニメが欲しいところですね。今ブライアンさんが関心のあるアニメのタイトルとか注目しているアニメ作家とか日本にいらっしゃいますか？ Do you have any ideas? Do you have any fans? Me personally? 私個人的にってことですか？これまで私どもが放映してきました番組というのは、これまででベストと言えるものが多かったんじゃないかなと思います。アニメのクオリティは非常に高まってきました。一番最初に出したものと比べていきますと、非常に成長してきたと思います。クオリティ伸びてきたと思います。私どもが出してくる中でも最もクオリティが高いのが日本のアニメと言うんじゃないでしょうか。そういった意味ではそのトレンドがあると思うんですね。クオリティは高まってきていると思います。私は個人的には特にというのはないですね。全て楽しいです。全て好きです。ありがとうございます。みんなに希望を与えるようなご回答で本当に嬉しく思います。ブリーチソウルインターっていうところまできちんと枠が取れているんですが、じゃあその次っていうと、実際にアニメの日本のアニメの現場に関わられている方でもどうやって攻めていくかっていうのがなかなか難しいところではないかと思います。それではじゃあ実際ちょっと今ブライアンさんには伺ったんですけども、次の質問なんですが、いろいろな国がいろいろな制限があります。例えばイスラム社会ですと、イスラム主教に合ったようなアニメーションという展開をしなくてはいけません。またクォーターが制があるところではクォーター制を避けるために共同制作をしていく。それから年齢層が低い、視聴者の年齢層が低いところではやはりマーチャンと組み合わせた形での展開というのがどうしても必要になっていきます。地域ごとに合わせたようなビジネスの展開、あるいは一つ大きなタイトルを持ってそれを少しずつローカライズして出していくっていうことも必要なのではないかと思いますが、じゃあそれぞれの国に、じゃあ具体的に皆さん今回商売のために日本に来られているので、どのような形で日本企業とご商売をしていったらいいか、どうやったビジネスをお互いウィンウィンの形で広げていけるかということについて伺いたいと思います。まず最初に何よりもイスラム社会とどうやって我々付き合っていくかというところは非常に関心が高いと思いますので、これちょっと順番変えさせていただきますが、アメールさんお願いできますか。 Mr. Amel, please. How your Japanese companies can cooperate with your country, Arab Islam companies? Yes. I think there are日本のアラブの諸国におきましても、かなりの共同制作の角度があると思います。日本のコンテンツがオンラインですとかテレビでも放映されています。今ウェブの方については
始まってきたというところですので、いろんな機会があるんじゃないでしょうか。予算も取られていますし、共同政策ができる土壌はあると思います。国によっては、まあ、政府によっては、コンテンツの作成というところからかなりのイニシアチブを取っているところもあります。特にアブダビがその一例ですね。メディアゾーン、メディアシティというものを立ち上げようとしています。そこで共同政策のパートナーをウェルカムという形で歓迎しているわけなんです。かなりのここは機会があると思います。カタールですとかサウジアラビアも同じですね。取引は可能かと思います。それぞれの地域の文化を重んじってくれればいいと思います。そしてそれが、ストーリーをちょっと変えてもそれグローバル的に展開できるかと思います。共同制作した後、それも我々にとって重要です。例えばこの知識とか経験を積んでノウハウを得れば、このストーリーを世界に展開していきたいと、それができればと思います。それが大きなビジネスチャンスになるかと思います。その上、私が思うに大きなネットコンテンツ、ウェブコンテンツ、アプリにも大きなチャンスがあると思います。大きなニーズもあると思います。我々その知識とかノウハウがないので、ぜひ日本の企業からぜひ学びたい。日本の企業が大きな価値を提供できると思います。そして3つ目ですが、教育、メディアの教育も重要です。アニメの教育、トレーニングも重要です。それも大きな分野になるかと思います。大きなビジネスチャンスです。アニメ教育です。日本の企業がぜひ我が地域に入ってくれて、まあ、若者もうちには多いし、ぜひあと政府もそういうクリエイティブな創造的なプロジェクトもやろうとしていますので、これ大きなビジネスチャンス、日本の企業にとって大きなビジネスチャンスになるかと思います。トルコには OK っていう企業があって、ここがゲームに出してるんですけども、アラビックの、考えを、ま、持ってるようなゲームで、非常に世界で人気だそうです。ですからこういったいろいろな機会っていうのが増えていると思います。実際じゃあUAE の方で、一緒に共同制作をされているアメリカの企業とかヨーロッパの企業とか韓国の企業とか、もし共同制作実際にやられている企業名があったら、ご参考までにオープンにしていいものがありましたら教えていただくことできますか。Is there any example of co-production? そうですね、最近新しい共同制作の契約を結びました。我々の制作事務所は今マレーシアにありますので、ミアというタイトルですが、サイバーグループフランスの会社と、あとカナダと我々の共同制作をするという契約を結びました。このタイトルですが、それをグローバル的にも展開できると、他のプロジェクトも今着手しているところです。カナダとの共同、またフランスとの共同制作しようとしています。ぜひ日本の会社との共同制作したいと思います。我々は強い長い歴史、日本との長い歴史を持っていますので、85年から日本の会社さんと付き合ってきました。日本のアニメは我々のマーケットにも合っていると思うし、
そうしてお互いウィンウィンができると思います。ぜひ日本の会社と共同制作したいと、ぜひもしご興味がありましたらぜひ声をかけていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ドバイ、マレーシア、カナダ、フランスっていうなんかすごいグローバルなプロジェクトが動いているようですが、非常に日本に対して熱いラブコールをいただいているので、皆様ご関心があればぜひこの後またコンタクトいただければと思います。それではブラジルのスウェンドさん、お願いいたします。どのような形で日本はブラジルとビジネスができていくかということについてお考えをいただければと思います。No Brasil, assim como o vice-governador falou, nós também temos problema com a censura do governo, ou seja, permitindo a violência moderada nos desenhos, mas porém é a sensualidade exagerada feminina proibida durante o dia. なんですけれども、先ほどの話もありましたけれども、やはりブラジル側もですね、特にこれ政府側からのちょっと厳しい制限、レーティングの問題があります。ある程度 の、 その暴力的なシーンとかそういったものはキーズ向けには許されておりますけれども、もちろんこれあくまでもそのファンタジーの世界として、しかしながら、昼間において、女性 の、 そのセクシーさをアピールすることは禁じられております。As possibilidades também estão em coproduções com o Brasil, com a ajuda do governo brasileiro. As possibilidades que a gente busca também são animações com super-heróis, futebol, corrida de carro, que são assuntos bastante atrativos para o público infantil no Brasil.そして、これからの可能性、期待というのがですね、ブラジルに関してはその、共同制作、コープロダクションということを形もあり得ると思います。特に、ブラジルに関しては、これはですね、ブラジル政府側の援助も期待できると思います。そしてもう一つはですね、そのアニメに関しては、ブラジルの市場はですね、そのスーパーヒーローですとか、サッカーのもの、カーレースですとかそういったものも非常に求められておりますので、今後も期待できる分野でもあると思います。 That's all? That's all. ありがとうございます。レーティングの問題っていうのは日本企業にとってなかなか理解しがたいところがあるかと思います。日本は非常に表現の自由が担保されているところもありますので、そこのところ暴力シーンのほか、特に女性のセクシーさって言われると我々大丈夫なのかいなっていうところも、海外から見ると日本のアニメ大丈夫なのかっていうところもちょっと不安になるところですが、そういったところは相手先がいることによって共同制作という形、あるいはアドバイスを受けることによって、ローカライズしていくこと、そのことによって市場が広がるという可能性が あるのではないかと思います。それでは、本家本元の本家本元って言い方はちょっとあれかもしれませんが、アメリカと日本企業がどうやってコラボしていくか、またアメリカにおいて日本のアニメ企業っていうのはどういった形で活躍ができるのかということについてブライアンさんお願いいたします。そうですね、まず歴史的な話をしたいと思います。2005年だったかと思いますが、共同制作しました、ちょっと異例なものでした。プロダクション IG と IGBX というタイトルです。シリーズでした。当時我々が実際シリーズの作成にも、関わって、そしてプリプロダクションとか実際アニメを向こうがやってくれたと、ユニークなパートナーシップだったと思います。うまく成功したと思います。大ヒットではなかったんですが、でもこうやってパートナーシップにとっていろんないい教訓が出たと思います。そしてその後パワーパフガールズを日本に持ってきて、 PPGというご存知でしょうか。それアメリカのタイトルをベースに、日本のアニメを作ってくれたと、それがいい共同作業の経験でした。
それだけではなく、今の作業のやり方なんですが、アウトソーシングもしているし、ぜひ日本の企業とその外部委託をぜひしたいと、アウトソーシングしたいんです。プレイプロダクションと、あと実際ポストプロダクションでも構いませんけれども、ぜひそういうパートナーシップもぜひしたいと思います。日本だけで放映されているような日本アニメっていうのもまだまだあるということで、いろいろな可能性があるかと思います。それでは、クォーター制の問題のあるフランスですが、共同制作にもいろいろな国とやられていますダビッドさんの方から、日仏の共同制作の可能性とか、あるいは日本企業がどうやってフランス市場を攻めるかということについてお話しいただけますでしょうか。Regarding French market, as まずフランスの市場ですが、繰り返しになりますが、日本のアニメはもうかなり入っているということです。これはいいことだと思います。皆さんにとってはいいことだと思いますが、そうして重要な資産として、ベルギーとかフランスにも、日本の文化が大人気です。しかしマーケット自体はかなり競争が激しいのです。いろんな漫画も今最近フランスでも、かなり広がっていると思うし、かなり人気が高いんですね。ですから皆さんにとっていいことだと思います。あと漫画を実際出してみて、そして、それアニメ化して良いかどうか、まずは漫画から始めて、受け入れるかどうかをまず見て、それによってアニメ化すれば良いかもしれません。漫画の人気度は一つの、指標になるんじゃないかと思います。そして適切なパートナー、フランス系でもいいしヨーロッパ系でも構いませんけれども、配給会社でもいいし制作会社でも構いませんが、いいパートナーと見つければいいと思います。例えば共同制作やってもいいし、そしてオフィスがパリにあった場合にいいと思います。我々テレビ局として、いろんな期待が高いんですね。コンテンツについて、内容について、あとその内容の許可についても、承認についても我々が期待が高いんです。承認が売れる前、時間がかかるかもしれません。例えばウェブページにイメージを載せたいだけでも、日本からの許可が降りるまで結構時間かかるんですよ。我々チャンネルごと40か50ぐらいの番組をやってますので、かなりそれが承認が得るにはかかるんですね。ですからお互いの期待値を正しく設定していなければなりません。あとブランド管理も大変重要です。ライセンシングもそうなんですけれども、その財産があればあればあるほど、そのプロモーションがうまくいくかと思います。あとウェブサイトでのプロモーションもしたいし、ゲームもしたいし、でこれ自動化していきたいということですね。ですからできるだけその作業を自動化して、あと信頼におけるパートナーさんと組んで、あとは実際その著作権も守らなければならないと。でも著作権守りながらスピード感を持って対応しなければならないと。法的な問題もあるし、法的な問題も考えなければならない。例えば直接日本とやった場合に、ちょっと通常よりもちょっと時間がかかるという、パートナーによって違うかもしれません。 CMS エンターテインメントビズメディアさんもそうですけれども、防衛さんも協力していますが、ベルギーの配給会社さんとも協力しています。ですから良いパートナーを見つけるのが重要です。それが重要な成功要因だと思います。ありがとうございます。それではドイツとの、共同政策、あるいはドイツでうまく日本企業が展開していくにはどのようなことをすればよいか、ヒントをいただきたい、アニャさんからヒントをいただきたいと思います。まず共同制作、実は私は配給会社ですので、制作会社ではないので、ちょっと
と話せないんですが、我々はまあ、ドイツとヨーロッパ諸県とヨーロッパ諸国と、共同政策していますが、今まで日本の会社とまだ共同政策していないのです。共同関係はないんですが、まあ、ダウンロード権は過去にはちょっと問題があったんですが、 DVD の権利を買った時にはダウンロードの権利が取得できなかった。でこれからその無料ダウンロードではなく、その有料ストリーミングがドイツの将来になると思います。ですからそのダウンロード権も取得できるようにしなければならないと思います。日本でネットというのの扱い方ってだいぶ変わってきましたが、まだ依然として大きな問題だということが分かりました。残り15分ぐらいですが、ここのあたりで会場からのご質問を受け入れたいと思います。とてもいいチャンスですので、どなたかご質問あったら挙手をしてください。マイクをお持ちいたします。質問されるときご所属とお名前をいただければと思います。よろしくお願いいたします。Thank you very much for the... 素晴らしいスピーチありがとうございます。リオタロミハラと申します。慶応大学です。まずアメリカのカートゥーンネットワークにちょっと聞きたいんですが、全体像の話ですが、日本のアニメ、特にそのリッチアニメ、ニッチ市場のニッチアニメは あんまり、そちらのアダルトスイムなどには放送されてないんです。しかしあの大ヒットのナルトなどしか放送されてないようなんですけども、日本のニッチのものは放送されてないんです。日本のニッチアニメの可能性はあるんでしょうか。アダルトスイムでの放送の可能性はどうでしょうか。そして何かルールがあるんでしょうか。アダルトスイムが最初の丸口になってもらえるようにできるんでしょうか。例えばですね、ビジネスプロジェクトを作って全く新しいアニメを作るっていうプロジェクトを立ち上げて、そして放送してもらうと、それ初めてアダルトスイムで初めて放送してもらうと、最初のところとしてできますか。